ます。倉本光です。久しぶりですね、ジャルジャルとドライビング番組をやってみたいかなと思いますんで、今から福徳の、いる場所へ向かって出発します。あいつまた走ってたのもんな前もね家の近所迎えに行こうと思ったらもう走ってて車だから走ってるあいつ発見してなんじゃお前みたいな感じでしょうもなかったけどとりあえず、今日の予定はですね、今のところですよ、不徳を拾ってその後こと拾ってまずですね、財布をですね、前のドライブロケの時に、買った財布を買い替えに行くというところから始めてみたいだろうと思うんですけども、ちょうどね、昨日本当に面白いことにね、財布が壊れましたよ。すごいなと思ってね、うん、何それって、ほんまに、そんなことあるんやね。壊れてなかったのよ、うん、それが昨夜壊れたからね、今日行くって言うて、大体そのなんで同じ財布買おうかってなったのは、福徳とのその不思議な偶然が多すぎたんで、それやろうかってなったんですよね。僕から考えると思い出すに、うん、まず靴がね、同じ靴、うん、履いてて、それがもうそんなどこでも売ってるような靴じゃないんですよね。学校の店でこうですよ、ああそうや、僕もですよと、それがありで、棚ね俺この間棚買うてそれ持ち上げるのめっちゃ苦労して死にかけたわ、あいたら僕もですよってなって、どんな棚やってなってこの同じ棚やったよ、なんじゃそれってなってね、もうこう、もうあえて逆に偶然やなくて偶然をほんまに、わざとやったのかみたいな感じで最後ですね、同じしたんですよ、うん、それがどれぐらい経つかな、もう1年以上経つので、1年半ぐらい経つのかな、2年ぐらい経つのかもしれない、うん、それまあその財布使ってきましたけども、一体どういう風な感じだったのか、良かったのかどうなのかっていうのね、うん、ちょっと結果発表みたいな感じでやれたらいいかなと思うんですけども、はい、今カメラ止めてる間にですね、本当にびっくりするようなことが起きたんですけどもまあこのドライブはね、偶然ドライブというね、名前サブタイトルもあるような感じでやってるつもりなんですけど、僕はカメラ止めてる間に今カメラ回してる川上君がですね、引っ越して、部屋を借りたらしいんですけども、その部屋がうち事務所引っ越したんですよ、この、2017年1月1日から。そこにめちゃめちゃ近いってことが分かりましたってなりましたなんじゃそれってね、はい、すごいなこの確率、すごい、もう偶然発覚しましたね、はい、福徳の家の近所に来ていますけども、あいつは今何してんのかな、ここかな、ここかな、もしかして、うん、そうですね、うん、ちょっとピンポンってやってみようか、はい、よいしょ、出といて。あ、わかりました。行きます。はい。え、開けた、開けた、開けた。あ、部屋の中落ちたら開かよ。ああ、まあ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 。ああ。いいじゃん。構えんか。ちょっと開けない。あ、ちょっと開けない。はい。おい。ちょうどよかったっすわ。芸能人や、芸能人の家。ちょっと洗濯干しててね。そうだね。洗濯先だけちょっと。あ、豚があって、あ、ええやんか、ええとこ住んでんな、ええやん、部屋綺麗なんですよ、あ、はい、あ、部屋だけは綺麗なんですよ、ほんまや、はい、あ犬の写真いっぱいあるわ、行きましょう、あ、行こうか、へえへえ、そうかそうか、そうかそうか、
のスイッチ数えてるやつおるけど。あ、そうなんですよ。それでもうなんで動かんつってなんで動かしたいはい、それでは、はい、はい、行きましょう。後藤弘に行こう。はい、いい。これ新車っすか。そうやね、新車やね。いや、なんかな、はい、軽油で良くなって、あー、ガソリン、うん、で、めちゃめちゃ燃費が伸びて、安い上に燃費伸びたからめちゃめちゃええねんよ。ジャガーが軽油でいけるってのも意味わからんけど、うん、もうそういうなんか時代に突入してるってみたいで、ね、へー、うん、そうそう。だからもうこれ乗り換えた方が絶対にもう得なんでって言われて、へー、うん、新車で、そうそうそう構成の仕事で新車よ。なんじゃそら何やねん、その構成する仕事でジャガーの新車ですよむちゃくちゃや。むちゃくちゃってどういうことや長いことやってるからなキャリアや、キャリア、うーん、すごいわ。うちのおかんも今の本読んでますよ。あ、俺の本、はいどうも、福徳のおかんは俺のこと興味を持ち出してみたいないや、ひょっとしたらファンかもしれない嬉しいなやっぱそれぐらいの世代からな、好かれんとな。そうですねうん、ありがたいわ。そこの世代に好かれたらほんま思うんすもんそうかそうか、また感想聞かせてよ、おかんの、はい、うん、おかんには刺激の強い文章もところどころあると思うけど。ありますけどね、うんほんま急遽ですね、ロケ。ああ急遽ロケやで。いや、さっきも言うてんけどな、はい、ちょうど昨夜、はい、財布壊れたわ。マジで。うん、あの引っ張るところの紐ついてるよ、あれ金色の、はい、ちょっとちぎれたよ、バチって。あるこれですよね。そう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 、これちぎれたよ、昨日。マジでほんまにじゃあこれはもう、うん、やっぱあの倉本さんの本読んだ後、うん、こういうエピソード聞くとよりなんやこの人って思いますよ。あ、そうやんな、うん、思う。昨日っすか。昨日はね、売ってるかな同じの。そうやね、そこやね。で僕も一応ね、うん、ネットでは調べたんですよ、うんうん、ネットでは売ってるんですよまだ、うんうんうん、ただやっぱあっこの店舗で買いたいですよね。そうやんな。だから定番は定番やと思うからな。はいそうなのよ。だいぶ傷んでますもん、うん。だからやっぱり、なんか怒るで、今日も。しゃもうすでにちょっと怒ったんやから、川上と喋ってて。あ、どうしたんですか。じゃあ、うち、あの、引っ越したん、あの、事務所なの。あ、事務所、あ、渋谷じゃなくなったんすか。あ、渋谷の東に引っ越してんけど、はい、川上、あの、同棲始めたんや。あー、はいはい、はい、部屋借りて、はい、めちゃめちゃ近いねん。マジでそうびっくりしたやんええってなって、さっき照らし合わせたらめちゃめちゃ近いやんけって言って。どれぐらい近いんですか。歩いて何や、30歩ぐらいかもしれない。そうですね、30歩やで近っ。うん、え、じゃあもうあの 100m ぐらいやだから。セブンの並びセブンよりちゃうかったっけ。ライフもあのそうそう、裏側でやけど。そうです、あの辺。そうそうそう、そうやね。マジで、うん、30歩なんでそんな近くやねんなすごいですよね。びっくりした。倉本さんで30歩ってことは僕で5歩ぐらいかそうそう、俺めっちゃ足短いからなほんまにほんまに珍しいほんまにほんまに乗り突っ込ませそうそうそう、乗り突っ込ませやからほんまにほんまにそうなのよ。妄想が今住んでんのか。そうです、もう始まりました、先週から。うちも1月1日からそ こ,、はい、そこでスタートしてるから、こっち元旦から。うん、元旦からもそこで、そこを住所を変えて、そこからそこで、あの辺ええぞ。じゃあもういわゆる一室ですか、うん、一室一室、うん、うん、前のとこはな、ちょっとシェアオフィスみたいな感じの。そうですね、うん、感覚でやってたけど。でも一室とはいえやっぱり、うん、防音はさすがにないから大声は出せないですよねうん、お前らと そこで番組やったらえらいことだったんだな声でかすぎんねん、ジャルジャルは。いや、倉本さんも俺もかどん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 あの、思い出し笑いしたわほんまに、その迷惑やわお、着いたぞ。あ、そうやそうや、この辺やったな、うんあ、
ここ入られへんのか。あ、先生もう一個先ですね。もう一個先。はい。うんうん。後藤やから510でしたっけ。うん。合わせとんな。合わせるタイプやな。合わせるタイプ。結婚記念日がなぜか5月5日っていうほんま謎の。あ、そうなん。はい、後藤の5やからって言ったけど、いやそうやって5月10日や。どうやんな。確かあっこからっすよね、インターホンは。はい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 。あ、そうか、向こうからも行けんのか。なんか前言ってなかった。なんか裏口みたいな、なんかありますよね。こっちから押してほしかった。はい。コトボケ。コトボ。やめろ。出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 ろ。遅いわ。はい。コト遅いわ。出ろ。出ろよお前。お前。お前遅すぎるわ。遅すぎるわ。いや、ちゃんと言い切る前に待っとんねん。行くぞ、はい、部屋行くぞ、部屋に。いやいや、俺行くから。俺、俺乗れんのかい。いやいや、はい、あ、すいません。許可降りたらもう一箇所行きたいとこあるんだけどな。どこっすか。それちょっと許可降りへんとな、はい、言うこともできへん感じ。厳しい、厳しいよ。え、じゃあ今なんかそういうリスカみたいなの聞いてると思うんですか。いや、まだ聞いてへんねん。今から聞こう思てんねん。あ、来たら来たら。あいつに、あいつに曲やなあかんねん。あー、なるほどなるほど。あ、そうなんや。おーおーおー。ちょっと曲やるから、ちょ、はい、ちょっとあの回しっぱなしでいく、はい、ちっちゃい声でいくな。なんでしょうね。家族、家族、顔出し。事情があった。腰のタトゥーやろ。違う。腰のタトゥー打ち明けの。腰の蝶々のタトゥー。打ち明けなあかんからな。でもチャンスあれば打ち明けた方がええで。なんか途中らしいね、そのタトゥーが。あ、そうなんですか。作成中か。え、結局財布は？じゃあ今から行くね。今から？うん、はい、ほんならちょっと出発しましょうかね。まあとにかくまああの。まずは財布買いたいなと思ってんねんけども、はい、さっき今来る途中にもうすでに喋ってていろんなことが発覚したんで、おうおう、うん、ちょっと予定もちょっとずつずれていくかなみたいな。あ、そうなんですか。いや、俺今日川上君が引っ越したんやけど、うん、あ、そうなんや。川上君の家俺泊まっとって、はい、で、倉本さんがちょっと事務所おいでやみたいな引っ越したからさ、ほなもう川上君の家と倉本さんの事務所が30歩ぐらいしか離れてない。30歩、うん、30歩。あこ渋谷の。そう、もうめちゃくちゃ近なってびっくりして、まあ、あんなとこ住んでんの。一エピソード、いや、じゃあ、倉本さん事務所が変わってあ、変わったよ。共に変わったんやけど、共に激近なって。それはたまたまなんや、それ。そう、より打ち合わせしやすなったら言うてすごいな話してて。めっちゃ知ってるみたいに言うてるけど、こっち全然俺から聞いた話言うてるだけやけど。お前2番目の話やったやんけ。お前1番目の人から聞きたかったわ。なんか現実見ない話やな、元って。あの、しかも、あの、止まってないです、僕。え？僕、ふとくさん止まってないです。え？その、近いのはほんま？ほんまやねん。近いのはほんま。そうそう、それで止まってたっていうのだけ嘘。止まってただけ。それでびっくりしたな。あの、もう一個は30歩って言ったけど、倉本さんの足は30歩だから普通の人間だったら5歩。うん、俺足めちゃめちゃ短いやろな。足めちゃめちゃ短い。ほんまにほんまに。ほんまにほんまに。そんなにやったっけ。さっき乗りツッコミするんかな思って。そうそうそう、俺はほんまに足短いからな。ほんまにほんまに。その自覚あったんや。ほんでまたえらいことにやな、うん、あのほんま昨夜財布壊れたんや。え、だからすごいなと思って。ほんまに、これほんまやね。ほんま、いや、うん、壊したでしょ、それ壊した壊してくれ思いながら。前もそんなんやったんや。あ、前も壊れたんや、財布。あ、そうや、そうや、前もそうですよ。前日かなんかに壊れた。あ、じゃあそれで行ったんや。え、ほんま。そう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 。
前日、うん、財布ちょうど壊れて財布買いたいねって言ってて、うん、で僕も財布買いたいんですよねって言ってて、そうそうそう、ほな一緒の話をやってたんですよ。そう、あ、そうや、そうや、そういうのか、それは分かるんですよ、それは2回続くって、そいや、ほんま、絶対壊してるやん、壊してないって、お前どこ疑うねなん、どこがどう壊れたんですか。いや、まあ、割と大事なとこやね、あの、引っ張る引っ張るところに紐がついてんだけど、金色の、あ、紐がちぎれた、それちぎれたのよ。いや、紐は、これやこれ、そこね、そこたまにちぎれますよね。でもその、昨日の機能をちぎれんでええやろ、教育って言うてて、前はなんかチャックかなんか壊れたんですよね。そうそうそう、そんなんやけど、まあ、全く一緒やけど、ほら、こんなものなな、ちぎれてもらってんの、ちょっとこう、ビーってやりにくくなった、ね、うん、あ、でもハサミで削ったとか違うよ一緒に切ったのそう、ほんまそうなったんやって、ほんまにほんまにそうそう、ほんまにほんまに変えた、交換した、いや、してないしてないそうそうそう、ほんで、うん、その同じやつ買うんすか、また同じやつ買いたいなと思って、あ、なるほどこの財布一番やも人生でなあ、ええよな、まだな、使い勝手も使い勝手もいいし、使い勝手もいいし、うん、まあ、結構な確率で店員さんに言われるね、うん、言われるよな、言われますよね、うん、何その財布って、いや、縁起がそうですねとか、そう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 、儲かってますねとか、そうそう、儲かってますそれ言われるっていうことはやっぱそういう風になっていくもんな、ほんまにコミュニケーション1個増えるもん、増える増える、うん、よかったよ、もう1個同じの、じゃあ今もあるかどうかですよね。そうなのよ、そこや、そこあんのはあんのよ、あんねや、あるというかその定番として調べたらね、うん、うん、ただこの時も確かラスニーやったし、そうやそうや、そう、でもう1個銀があったんですよね、あ、ほんまやほんまや、そうや、でも都内探してあるでしょ、あの店だけじゃなくて、なるほど、そんなロケなんだよな、今日あの店舗回るんかこいつめっちゃ幸せで、ね、だからなんかね、ほんまにもう、ありがとうございます、できたばっかりの彼女ともう同棲しよう言うて、二人で部屋探して借りて部屋探してすんのんね、こいつ住み始めてんで、今付き合ってどんぐらいだっけ10ヶ月ぐらいですね、もう10ヶ月も経つか、はい、10ヶ月で同棲、はい、もうなんか絵に描いたような、キスして9ヶ月ぐらい、キスは3ヶ月我慢しましたね、それがもうすごいねすごいな、信頼できる彼氏やっていうこともあってんなでも、キスは我慢したけど、はい、なんか顔はいっぱい食べてたの、そうです、あの口以外はベロベロだから気持ち悪いよ、おかしいやろおかしいよ、彼女がおかしいね、彼女おかしいよな、もうキスせえやおかしいよ、そうなんです、まあ、ちょっと性癖があんだよな幸せやな、でも、うん、めちゃめちゃ嬉しいやろ、今一番嬉しいやろ、はい、人生楽しいですねそれが倉本さんの事務所とそんな近かった、そうです、うん、より打ち合わせしてまうでちょっと事務所見てくれるかほんまやな、ほんまやな、すぐできますね、ほんまや、なるほど、そういうことやわ、かかるとやっぱり仕事を割としていくんやろな、今後な、嬉しいですね、うん、どうします？サラダバーと仕事していくことになった、それ断られへんの俺これ断られへんのそれ仕事していくことになってまうねやなってまうねや、同じマンションやん断られへんのそれ断れるやろ、なんとかもう自然の流れでそうなる可能性もありますから、あーなんかな、穴がえない感じ、ね、サラダバーは今日来てないか、トランクおるんすかトランクで生きてる。トランクくん、あいつもう顔でいっぱいになるからな。顔でかいからな。サラダバー他何仕事してんねん。なんか吉本関連の仕事要請やってんねん。なんか内田さん案件とか、うん、なんかデジタルの他の社員さんの案件をいろいろ。バイトとかせずにやっていけてんの。あ、でもほとんどもうバイトしてないって言ってましたね。そうなんや。いや、それで、あの、食うていけてるの、でも彼女に食わしてもらってるみたいとかあんねん、あいつ。そうですね、同棲しててで彼女もあの家賃な折半でみたいな、てかあのキャリアでこんだけ仕事あることはすごいことのような気がしますね。そうですね、僕は普通にバイトしてましたね、1年2年するやろ、みんな、幸せ。そうか、ほんなら、まあ、ちゃんとギャラもらえてんねやだと思います、はい、その割にはぼーっとしとんだけどな雑のばっかりやな、ね、とりあえず俺の司会の中では仕事できてないけどなまあ俺がおらへん時にはバリバリやったかもしれんなめっちゃ仕切ってるかもしれんなそのままあるんです黒本節でまあ意外とそんなみたいやで、うん、なんか
よその顔は分かんないですよ。よその顔は分からん。うちでは可愛がってるってことやんかな。なあ、そうですね。うん、まあそうやったらよかった。俺もほんま、うん、ええ加減な感じでほんま東京出てきたらええやんって思うからな大学行ってるしね。ああそうやんな。そうですね。これでリーダー内田君なの。で周りにサラダバーとジョージやろ大丈夫かこのチーム弱いチームやろな。ぐにゃぐにゃのチームやろサラダバーは一応まだ若いっていうあの理由がありますけど、うん、やっぱジョージは年齢いってるから、ね、意外と言ってないですな、はい、ジョージな30過ぎでしょ。そうですね。もじゃもじゃるじゃるの打ち上げで言ってたけど、うん、内田君がジョージにキレた話とかどうでもええほんまやな。なんかあれちょっと話題の中心持っていこうという、ね、内田ちょっと色気出しとったよあれ。中心になって喋ってたけどなんかそんな話なんかねなあれ覚えてます？もじゃもじゃるじゃるで、うん、あの一番サラダバーの謎の行動で、うん、倉本さんのノンアルコールビールを買いに行った時にあいつ5本ぐらい買ったじゃないですか、うんうん、ほんでなぜか1個あのコンビニで売ってるサラダの別売りのドレッシングだけ1個買って、うん、あ、そうやったそうやったでそれ何なんて言ったら、いや、あの自分用ですみたいなあったあった。もし野菜あのドレッシングなかったらこいつ気を持って自分用に自分だけのために店のサラダにかけるつもりで、さすがサラダバーやからそこは丁寧だな。こだわりはサラダにこだわりあれほんま、ボケかどっちか分からへんかって、うん、あの帰り際知ってる最後最後店出てさ、その打ち上げやんか、うん、で店の前でみんな集まって、いや今日はありがとうございましたって解散やん、うん、はいはい、その時サラダバーおらんかった。あ、おらんかったな、そう言ったらおらんかったでしょ。気づいてた、サラダバーおらんかったおらんかった、おらんかった、ほんでみんな帰っていくやんで、川上くんと北橋くんと、うん、俺ぐらいが、あれサラダバーとか、うん、みたいな、まだ店おんのかみたいな、うんうん、で待ってても出てけへん、うん、全然、うん、待ってたんや。待ってたんですよ一応、うんうん、ほんだらあの店じゃない全然そのちゃう路地みたいなとこから出てきて、うんうんうん、どこ行ってんねんみたいな、うん、いやあのビールの缶捨ててましたいや打ち上げやねんかみんなそのお疲れ様でしたけど言うねんでみたいなはいっつって言ってそのままそこの3人にお疲れ様でしたとも言わんと、うん、あーって一人で店入ってお疲れ様でした言わんっていうことに決めてるから僕らもほんまにほなまあみたいな会話雰囲気やのにお疲れ様でしたも言わんと一人で店戻っていって何やったの、なんで店戻ったか知らんそうかビールの缶の処理してたよな。処理してたんで。なんでサラダバーの話せなかった。ほんまや。ほんまや。誰が喜ぶんですか。確かにな。今日リハの方にサラダバーおんのじゃ。もしかしたら。あ、ほんまや。いますね。うん、サラダバー、俺にしたようなことをロイにやってほしいわ。あのもじゃもじゃるじゃんのリハで。そう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 。大音量で演奏してる時に普通の声で喋りかけて。真顔で喋りかけてるという。歌ってる人間に対して歌ってんねんで歌ってたら喋られへんやん。せやけども普通に喋りかけてきたんやまたサラダバーの話してる。あ、ごめんごめんあかん、サラダバーやエピソードできてもねジョージとサラダバージョージも打ち上げの時に自分だけ違うテーブル座って、ね、モリモリ食うてたんです。最後の最後に大量注文したでしょ。ああ、あれもびっくりしたな。天ぷらエビだけ食べてましたもんね。食べてたね。天ぷらいろんなもんね。エビだけ取って周りも出して。そう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 。結構最初からあれしてたから気になっててね。なんかいつも一個だけ自分の先取ってからこっちに流すからうんと思いながらもうなんか居直ってんねやろなあいつな。うん、多分ずっとキレてる状態なんちゃう精神的にはいつでもやめなんぞみたいな。うわ、クリーニングや。びっくりした。クリーニングやる。あるって。クリーニングやるで。なあ。なあ。今日クリーニングがいっぱいある。いっぱいあるところで。
よっしゃテンション上がるやろ。よっしゃでテンション上がる。よっしゃいってテンションお前コートのビーやめろやおいお前俺キレさせてなんぼのもんやな。なあ俺キレさせてなんぼのもんやな。お前のデコがこの状態いつまで思うよ。カーン言ったら真っ赤かなんでぞお前のデコが。おい謝罪しろ謝罪しろ。あ謝罪しろ。あ謝罪しろ。怖くてあーしか出ない。目見て謝罪しろ。あ目見て謝罪しろ。恐怖心がでかすぎてあーしか出ない言葉が。お前のデコがな、あこの前まっすぐで肌色で折れると思うなよ。あ真っ赤っかにしてな、くぼみぐらい作れんねんぞ。あこの拳でな。あうっそー。ああよかった。え、俺とこういうふうにやっててさ、どういう時で俺がイカついとか思ったりする。なんでやねんお前の会話。イカついと思われたんやな。確認したんやそれを。ヤンキー。倉本さんのダウンジャケット足元置いて靴置いていいですか。ええよ。そんなことする。ほんまほんまほんま出た。そう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 。ボケに対してノリ突っ込まないでほんまほんまっていうパターンちょっと確認したいな。そうですね。川上くんのな、はい、そのボケをボケにせえへんっていう技もあるもんな。そうですね。それぞれやっぱ技持っとかんと、はい、そういざとなった時な、はい、やばいもんな。やばいそう。技一個くらい持っとかんと生きていかれんと、はい、それは倉本さんの本買いましたよ。あ、ほんまに、はい、ありがとうございます。届いて、うんうん、もうあの予想より分厚かったからびっくりしました。こんな分厚い本やったんやと思って。すぐ読めるで。あ、そう。でもこの間あの誰かがもっと分厚い方がいいですって言われてるよな。え？うん。もっと具体的にってこと？うん。もっと読みたかったですわって言われたわ、なんか。まあそれぞれドキュメンタリー本よく読んでるみたいだけど、うん、ジョージ・クリントンの自伝本とかもっと分厚かったですよ。そらそやろみたいな感じやねんけど。そうか、ほんならこと、さて読めへんなお前。いやいや、読めますよ。勝ったら絶対読みます。1時間半あれば読める。マジで？あの分厚さ。まあでもその小説とかじゃないからさ。あ、そうか。ほんで、マスタニさんとか出てくるから。あ、そうなん。そうそう、出てくるよ。へぇ、面白い。そう、知り合いがけにいっぱい出てくる。隙間だジャルジャルのね、プロデューサーです。そうそうそう、はい、うん、出てきますよ。マスタニさん、怖かったんや、昔は、ほんまに。その辺の話、ね、その辺の話書いてないけど、そこは。ただ、怖いで有名なって書いてましたね。そうそうそう、怖いというか、なんかほんまに気分にムラがあるので有名な。そうなんや。そうやで、今なんかめちゃめちゃ優しい。そうそうそう、村見たことないな。ニコニコしてんもん、ずっと。そうなんやな。でもな、結婚してからえらい変わったんや。へ、結婚する前はほんまにね、ほんまにさっきまで笑ってたのになんでこんな急に機嫌悪なんねみたいな。扱いにすごい困るような人やったね。じゃあみんなマスタニさんの機嫌の様子を伺いながら。そう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 、先輩でもそんな感じやったっちゃうかな。マスタニの機嫌今どうやみたいな。敏腕やったんすか。そう、仕事はできたからさ、それでさ。そうなんや。うん、だいぶキャラ濃かったよ。キャラ濃かったね。そっか、ロン毛やったんか。ロン毛ロン毛、めっちゃロン毛で。信じられへん、うん、その芸人さんとか、うん、タレントさんに対して怒るとかそういうことはないですか。それはないな、うん、うん、やっぱりスタッフとかにほんまに何が機嫌悪いかなっていう感じやん。ずっと機嫌悪い感じやん。へー、うん、みたいな感じで。でも俺は途中からなんとなくこの人のコツが分かってきてっていうので、俺はあんまり切れられへんようになったけどな。あ、うん、あ、切れられたことあるんですか。あるある。へえ、うん、そうそう。でもまあ切れられるというよりも機嫌が悪いっていうのがしんどいなみたいなタイプの人だったわ。うん、そうそう、あの高い声で怒鳴るんでしょ。そうそうそう、うん。想像つかん。
でもさんまさんからの信頼は本当に厚くて、うんうん、でやっぱり局やからさ、はい、人事異動とかあるやんか、うん、でやっぱり、番組担当から変わったりするやん普通に、うんうん、その時でも松谷さんもそのなんか人事でさんまさんの番組から外れるみたいなことになったらまあそうですかって感じや普通は、はいはい、さんまさんはいや松谷がおらへんねんと俺も辞めるぐらいの感じで言い張って、そうそう、外されへん、そうそうそう、それぐらい信頼厚かったからな、やっぱり。確か僕も、うん、プラモさんの財布買わんかったら僕も財布買わないですよ。信頼あるな。ちょっとちゃうな。これ後世に語り継いでいきます。この美談は。ちょっとちゃうな。なんかちゃうんかな今のは。全然ちゃうな。ちゃうか。サウンド的には似てる感じするんだけど。サウンド。リズムとサウンド。リズムとサウンド似てる気がするんだけど。ここのガソリンスタンドまあまあ使うのよ。へえ、うん。あこにな変な銅像があるんでちょっと見てほしいねあれ。あれあれ。ああるなんや、うん。ちょっとなあれ見てなちょっといじってきてほしいねんけど。頼める？はい。これなんか。ほらほらほら。犬を抱いてる。猫やね。猫や。猫やね。よしの。いや6匹抱いてる。6匹猫抱いてる。いや正面から見たらおじいさんかおばあさんか分かれへん。オールバックのおじいさんにも見える。いや1匹だけ特別扱い、他も抱いたれ。いや1匹だけ鈴つけてる。鈴1匹だけあれ。一匹もう端っこ寝てるあいつ。寝てもらってる。いやどういう人かの説明書いてない。いや早い話、オールバック早い話。いやもうメガネサングラスかけたよタモリさん。何年に経ったとかその書いてない全然。いや色鮮やかな野菜。いやでもなんやトマト全体的にちょっと多い。いやここギリギリ当たってない。ここ意味ない。当たってないもん。猫よけ置いてるけどこれいや偽物やから意味ない。これいや白黒白黒このカラーの時代にグレーグレー。いやちょっとしたさつまりビサ。いや黒白このカラーの時代に。いやコーンビサビサビサビトイサオ略してビサ。やばいすごい大したもんやったんや。いや最悪やポート最悪や。言うといてやすいませんでした。すいませんでした。言うといてやバチ当たる。もういじりまくってもたんや。めちゃくちゃいじってもた。最悪や。壮大なオチが待ってた。最後の人が登場してちゃんとした銅像やった。言ってもた。おいお前ら何やってるのか全然分からへんかったけどな。とりあえず早終わらさんとこはいつまでも続くなと思って。そこにまくってました。あ、もうつきますね。つくつく。よし。ほんまほんま。何がほんま。もうつきます。うん、つくつく。よし。おまんま。ダジャレ言うてこのボケ通じてんのかな。おまんま。適当。
これトンネルとカメラ落下してなあかんな。え、うわそんなしてんの。またつながるね。そんなしてるタイプ。シャッターとかもどんどんしていかんのかな。なんかめっちゃうまい落書きのやつ。え、あれ福徳が書いてんの。だいたいほんまほんま。俺消して言ってんだけどな、ずっと。お前か、書いてんの。この二人も存在する意味ないよ。いこっちはあるよ。俺がない。お前やったんか、ほんま。結局、何にもなかったこと。回ってなかった。鏡の優しいから回ってないですって言われへんから。それ言わんと。あ、広いやん。わ、ええやんか。広いやん。わ、なんか、あ、楽しそうやな、もう。どうせ。めっちゃ楽しそうやな。あ、ええやんか。雰囲気出してるやんか。出してるやん。なあ。え、こんなんあんの。こんなん、はい。すごい。ええやん。ええなあ。で、黒ひげ危機一発あんねん。ほんまや、ほんまや。これ楽しいどうせ。まだソファーとかそういうのはまだ。ソファーはもう今週届きます。うん、なんか、はい、俺も同棲したかったな。結局同棲せずやわ。あ、同棲せず？うん、同棲憧れたわ。そうです、あれ、トイレ使ってもいいけど。え？トイレ使ってもいい。使ってもいい。あ、じゃあトイレ使うよ。だから日本語おかしないよ。使ってあげるよ。え、これ新しい家来たら したくもないのにうんこひねり出すから。ひねり出すんか。便座に立って正面するタイプやから。さ、限りなく打点高くする。子供の頃からその。はい。うわ、CG ある。あ、トイレの CG やんの。はい。うん、もう出ていった。嘘やろ。ええ、あ、もう、あ、え、何もやると出ていった。え、嘘やろ。え、もうちょい見るんちゃう。何も言わんと出ていったんけど。どういうこと。もう興味なくなった。興味なくなった。もう子供みたいな。もうこれで分かったからな。お前めちゃくちゃ近い。これで倉本さんも、うん、本田さんと喧嘩して事務所掘り出された時、そうだ、鏡子といい。大体掘り出される方やから。泣きながらおったりするで、相掛けちょうだいな。相掛け。社長が締め出した。倉本さん、さっき鏡子の家見るの一瞬やったやろ。うん、一瞬やった。実はさっき俺んちも実はちょっと来てんね。あ、そうなん。そうだよ。うん。入りますみたいな、ええのみたいな感じで来たから、うんうんうん、ちょっといろいろいじられるんかな思ったけど、うん、ほんの10秒やあー、ええー、やすんでるやん。早いねんな。あーいや、さっきもほんまに何もやとスッと出てそういうボケかなと思ってガチャって玄関開けたら階段のとこでメガネ外してめっちゃ怖い顔で携帯して。いや、もうちょっと部屋に対しては淡泊やの。俺入ってんのって言われに。もうちょい見るやろ。そうそう、入ることに興味があんねん。もう入った途端に興味があるんですよ。入ったっていうもう過去形なんて見たら。あ、それでか。過去倉本さんと関係を持った女性と喋ったことあるけど、うん、やっぱ入った瞬間家出て立つと思うな。めっちゃ下ネタです。お前何を言って。入れた瞬間出てたらしいもん。お前。はい、お世話した。中に入ったらもうおしまいない。いやいや、ほんまほんま。いや、ほんまもう一箇所来たりとかあってんやん。今日はあのボロイチやってんね、ボロイチ世田谷ボロイチ。世田谷、うん、その雰囲気だけでもな。そうか、うん、覗けたなと思って。毎年行ってあるんですか。まあまあ行ってるで。へー、うん、でも、そ、年末と12月と1月とあんねんな。うんうん、15、16なんですよね。そうそうそう、12月と1月の。そうそうそう。え、だからええの売ってるんですか。あ、おもろいね、やっぱり骨董がいっぱい並んでて。で、さっき気付いたかどうか知らんけど、エベスさんの置物があったんや。はい、あ、はいはい。うん、大きいな、割と立派な。あれもそのボルジで買って。あ、そうなんだ。これめっちゃ縁起良そうやなと思って。
なんか同じようなお面を違う都市に買ったんでしょ。そう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 、似たようなやつ。そう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 、買ってもたってこと。いやいや、同じやんけってなって、あまた買ってと、また買うて、ほんなら持って帰ってきたら大きさがちゃうかってなんか そこが面白かったわこんな大きさちゃうかったんやと思って、1年後に見たら大きさの感覚狂うなんてあるけど同じ財布さ3つあったらもう5トンも買わへんああまあ3つあったらね、うん、いやもうちょっとなんかこの前乗りの感じくれよ。何前乗りって。まあ3つあったらねって、なんかその何で前テンションが低いというかいや、なんやったら、いや、なんやったら僕も中身入れてくださいよぐらいの感じで来てくれんと、なんか今のは3つあったらね、なんか今のいやいや、なんかかわいそうやわ、俺らがなんかね、特に倉本さん、言い出した倉本さんかわいそうやし、まあ、なんでやな3つと一緒にこうや、子供、まあ、3つあったらねもっといやあ、でもそのまだ使えるからな、今の財布が。いや、そういうことやね。3つもないでしょう、でも3つあったらね、まあ考えましょう。考えるんかい3つあってもほら、黙った。もうほら、喋らなくなったよ。ほらやばい、もう傷ついて、傷ついてる。もう、あかんわ、ナイブやったよ。もう喋らない。ほら、もう今日運転手やで、1日ナイブやったよ。もう運転手、もう運転するだけ。フォローしてあげようかな。たまに喋るけど声伸びとるから変に聞こえてくるだけほらフォローした方がいいかな。当たり前 よりきつい言葉言った方がいいかな。違う違う、そっちじゃないぞ、そっちじゃないぞ。なんでたまとんねん、おっさん。なんでそっち行くね。あ、言ってもらった。よりきつい方が行くね。ほんまほんま、何がほんまほんま魔法の一言ほんま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 何がまあ、かんとね、彼女とも会えたし、よかったわ。まだいましたね。遅刻してない。遅刻してましたね。そうや、仕事。そうですね、うん、もう遅刻する女やって俺の中ではもうそういうタイプやってもう刻印されたで、彼女おるとか全然回ってなかったは、多分押せてなかったですね、レッカが、うん、まあ言うてもな、やっぱりなそんな映したらあかんやろ、うん、そうですね、うん、ね、普通の人やないねんから、うん、おい、うん、ケツメイシのマネージャーやったっけ違います狼女やんな。違います。違うんか。違います。違いますこれやな、あれやの、はい、全然乗ってけへんやつな。そうです。違います、はい、事実に例のなんなんすかとか言わへん、はい、例の。違います、はい。もしこれがメールとか LINE やったらゾッとするなあ、めっちゃ怒ってるってことなの。福徳、あのマラソンとか出るつもりはないの？なんかあれやんか。マラソンはないっすね。マラソンですごいタイム出したらええのに。そう、無理無理無理、もう分かるんですよ、無理ってのが。そうなん。はい、僕10キロまでなんですよ、得意分野が多分。そうなんだ。はい、え、今まで一番どれだけ走った？あ、一応番組でフルマラソン走ったことあるんですけど、はいはいはい、それはもう全然で、うんうんうん、10キロまで、その10キロを4回やったしまいやな。 40キロやねんからもういい、4回やれや10キロまでってないやねん。10キロまでやろ。はい、そこまで。はい、次また1からスタート。はい、20キロ。はい、そっか、1からスタート。そこで4回やったら40キロやないかい。そういうことやれや、お前それ。何や、10キロまでって。お前知らんがな。10キロまでできんねやろ。ほんなら次の10キロやれや。足痛なったりすんのじゃ。おい、なれへんわ、お前のデコがいつまで違うやつ、そう、お前お前笑ってんねん、あいつ。お前のデコがいつまでその状態で俺思うなよ。そのデコすぐ赤くしてくぼまさんねんか。言ってんねん、こいつ。こいつは仲悪いな。そうですね。うん、まあ、すぐ喧嘩します。お前な、なんか。こんなことで喧嘩せんでもええのになって俺なんか思うけどな。ノリ分かってくれ。全然乗り分かってない。こんな
らの意見だしそんなこと喧嘩せんでもね俺は思うねんけどまあジャガーがびっくりしてるからな俺の中で何を踊ってんやろ思っとるからしら騒がしいな今日はいつもおっちゃんが一人でオペラ歌ってるだけやなオペラ歌ってんのうん歌ってるほんまほんま出た吸収したはい。だから高級ブランドも行って、カメラ回すとして怒られた。そう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 。そうや。そりゃそうや。お前がえらい渋ったから。全部消せって言われた。お前こっちやったっけ？え？こっちです。お前か？お前か？シャルは消すよ。こっちこっち。こっちも違うやろ。そこもちゃう。違うやろ。え？違うやろ。この辺止めたらよかったやんじゃあ。違う。こんなある。ちゃいました。違う。どこなん。あれカラスだか。こんな上やった。いや、もっと坂の下やったって。だこっちで追ってるって。こっち。ほんま。もっと坂の下でしたもん。嘘。ピクってなってるとこです。カルティエのとこですよ。止めるとこ間違えたんや。間違えた。これぐらい歩きましょうよ。歩く。ええけど。ほんまにこっち？はい。ちょっと坂下って言ってましたもん、多分。カルティエの、うん、カルティエの道です。うん。カルティエが忘れる。いやそうなん、はい、置いとかんといてよ。すいませんね。寒そうやったから。勘違いするやんけどな。欲しいな。盗んだろ。何言ってるんですか。警察呼びますよ。ああれやあれや。あれか。あのビデオールの飛行機でしょ。ほうほうほう。えらい離れとったな畜生。同じぐらいの劣化具合や、うん、そうやろ、そう同じや、ほんまに、なあ、なあ、一緒ぐらい、やっぱこれ、金ピカイもんな、最初な、うん、で、こっち入れてもうてもね、こっちで、ほんまの、ゆうべ、ブチンっていったんや、これ、必要やんな、これ、絶対、確かに、行きそうやろ、ほんま、やばい、行きそう、行くって、それ、なあ、はい、やばい、これ、買い時やね、ありましたよ、奇跡的に、うん。2個しかなかった。全くまだ一緒のやつ。そうやね、3個あったらな、子供な。そうですね。まあ考えてたとこですけど。いやでも金色の輝きが、そうなんですよ。新品もすごかったですね。そうなんですよ。ちょっと見ます？こんな差あるもんやってね。うん。自分の輝きがやっぱり。ほらピカピカ。使い古した版は？使い古した版俺出すわ。俺がそっちを。これ直しておきます。直しておいて。あれ。あ、早い。全部早い。ほら。これね。伝わるかな？伝わるかこれ。光沢がね。うん。
そう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 、そうなんですよ。その同じ財布を2回連続買うのってどうですか、2人は。初めて、初めてのことですよ。初めてやけど、もうこの財布はほんまに気に入りすぎてて、うん、いいや、じゃあもうこれからはもう連続いけたらいいなとか思いながら、でもこれを超える財布ないやろなと思ってたん、ずっと。そう、それとバターそうですね、ちゃんとバター渡してたんで。うまい、ね、嬉しいわ。ただこっから出したお金で買うてるからね。おもろいね。ほんまや。そこに4つあったから、この財布が。でもほんま2個しかないっていうのがすごいよな、ね。うん、帰ろうっていうことやったんや。そういうことや。壊れたことも含めて。ほんま、有名ですからね。2人1個、在庫1個残っててね。そうですよ、あっちですよ、あっちですよ。ありがとうございます。そんなことは買うなということでした。そういうことでした、はい、ね、さあ、はい、じゃあ今からですね、はい、なんとこうボーディーズのね、はい、一緒にライブやるじゃないですか。はい、それのリハーサルに向かいますんで。よっしゃ、はい、よっしゃ。